にちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きからやっていきたいと思います。さて、前回からですね、多少ちょっと変わっておりまして、アイテム補充がてらちょっと闘技場に挑みに行ってですね、であとみんなの装備を若干変えてます。今主人公を見ていただいたら分かったように、レザーブーツからアルシオーブに変えてます。でそこから主人、ブラッティ、ウォレスがブラッティクロス、チェインメール、レザーブーツ、このブラッティクロスは闘技場のグレートクラスの優勝商品です。で、カレンさんに大地のローブとミラピアスっていうのをつけました。小さな鏡を飾ったピアス、その鏡は一点の曇りもなく磨かれたミスリル銀からできている。邪悪な魔法を弾き返すお守りとして貴婦人から身についていると。でこれは、MP っていうかイントが上がってですね、 MP も上がって、なおかつ、生属性、闇属性、あと精神と、あと物理なのかな、も耐性ができるので、これをつけてます。はい。で浄化のリボンをミーシャにつけてます。で大地のローブは前回グローシアン遺跡で拾ったものね。でルイセはこの星屑のオーブ、この星屑のオーブは MP だけ上がるんですけど、めちゃめちゃ上がるんですよ。51上がるのでこれをつけてます。っていうのも、最近魔法ねめちゃめちゃ使ったりしてるんで、MP 多い方がいいかなと思ってこれにしてます。はい。では報告がてら行きましょうかね。また闘技場自体はですね、裏でやるつもりですので、またアイテムとか手に入れたら報告はしようかなと思います。忘れたらすいません。でもね、闘技場も高いんでね、一回挑むのにもう6,000〜7,000円ぐらい使うんで、ちょっと貯めてからじゃないとできないんですけど、そんな感じです。さて、王様に報告ですね。おお、よく戻った。お前たちの働きで北の戦場にいるバーンシュタイン軍を押し返したそうだな。はい、予想以上の働きに余は満足している。ありがとうございます。ありがとうございます。それよりももっと重要なことが分かりましたのでご報告します。ほうほう、重要なこととは？ゲベルのことだよ。ゲベルのことだよ。何？話してみよう。実はあのゲベルですが、昔のグローシアンが作り出したものらしいので。なんだと？どうやら昔グローシアンの支配に人々は反乱を起こしたと。数で劣るグローシアンが反抗勢力を抹殺するために作り上げた兵器らしいのです。しかしグローシアンの中にも人々に味方をする者がいた。彼らが我々の伝承に残るゲベルと戦った者たちでしょう。そのゲベル、今この世界を脅かしているというのか。ゲベルは自分の生みの親であるグローシアの前では完全な力を発揮できないみたいなんで。つまり私たちにはルイセちゃんがいるから、そいつに対抗するのは有効ってことね。これは過去の文献をもう一度洗い直してみる必要がありそうですね。特に人々に味方をしたグローシアンたちはどのようにゲベルを倒したのか、これだけは何としても調べなければ。そうだ。ではそちらはお前に任せるぞ、サンドラ。でも魔法に弱いって言わへん。でも新型か旧型か分からへんゲベルやから言わへんってことか。内容が少しでも分かれば
その時はあなたたちにも知らせます。それじゃその時は呼び出してね。お願いします。それにしても伝説だと思ったゲベル、そんな事実が隠されていたと。確かに。話を総合するに、この件はますますもってお前たちが適任のようだ。今後とも頑張ってくれ。はい。とにかく短期間のうちによくそこまで調べてくれた。しばらくは休養を取るといいだろう。今回の働きに対して与えられる休暇は2日だ。2日、2日しかない。じゃあローザリアから行きましょうかね。夕方になったらここに集合ね。はーい。お兄ちゃん、今日は何の日だか分かってる？ほほー、何の日。まあもうそうやってルイセが言うってことは、なんかルイセの誕生日かなんかでしょう。お兄ちゃん、ルイセちゃん何を見てるの？へへ、ちょっとね。それよりお兄ちゃん、今日は何の日だか覚えてる？覚えてる。誕生日おめでとうという。わからないという。お誕生日おめでとうという。ありがとうお兄ちゃん。ほら来た。あんた、なんかプレゼントとか買ってあげないと。いいんだよティピー、今はおめでとうって言ってもらえるだけで嬉しいから。じゃあねお兄ちゃん、ティピー、バイバーイ。あらら、無欲だこと。ほんと無欲だな。なんか欲しいとか言えばいい。そういえばルシーちゃん何を見てたのかな。さっきのお嬢さんならこのブローチを見ていましたよ。優しい店員さん。わあかわいい。私はつけられないけどね。ねえあんた、ルシーちゃん本当はこれ欲しかったんじゃない？ください。100エルムだ。買います。ありがとうございました。さてさて、ルイセちゃん、ルイセちゃん、間違えた。ルイセ、どこにいんのやろ。ルイセ、あ、いた。あ、お兄ちゃん何？あ、お兄ちゃん、そのフローチもしかして渡しますか？いいえ。いいえとか やばいよな。はい。どうしたどうしたどうした。ごめんお兄ちゃん、あんまり嬉しくて。いや、かわいい、ルイセちゃん。ありがとうお兄ちゃん、かわいいな。よかったねルイセちゃん。そろそろ集合時間だね。うせやん、マジでこれで潰れる感じ。そっか、しゃあないな。さてみんな揃ったね。お城に戻ろうか。お疲れ様でした。そっかそっか、よかったよかった。いや、渡せてよかったよ、そうなったなら。うん、残りの休暇はあと1日だ。あと1日。今日はどこへ行く？やっぱまあもうラシェルですよね。やっぱカレンさんですよ。どういうことみたいな。さて解散。じゃあ夕方ここでな、みんな集合に遅れるんじゃないぞ。さあカレンさんに会いに行こうっと。誕生日のプレゼント、あ、動かへん。あら、やっほー。え、大丈夫カレンさん？あら兄さん、カレンさん、え、兄さん、
どうしたどうした。今あんたのこと兄さんって言ったよね。まあ言ったな。どうしてあんたがゼロスなの。そりゃ分からんけど。いや今のカレンさん可愛かったな。ナイスショットいただきましたね。マーガレットの花言葉は心に秘めた愛。ああ熱い、まあ、じゃあ思いを胸に秘めて生きるなんて素敵。さすがね。お兄ちゃん考えてみればお母さんってティピの生みの親なんだよね。じゃあ私たち3人って兄弟みたいなものだね。妹ができた気分。またね。おお、そろそろ集合時間だね。みんな揃ったよね。じゃあ戻ろうか。この毎回夕方になっていい感じのオレンジ色とかの人の色やのにテレポートすると普通の色に戻るっていう。休暇は終わりだ。お前たちは次の任務についてもらう。早いな任務。よいしょ。休暇は楽しめたかな。はい楽しめました。次の任務はと言いたいところだが、そろそろ自分たちのすべきことが分かってきたであろう。ほう。そこで今回は任務を設けないでおく。自分たちですべきことをなし報告してくれればよい。あ、そんな感じでいいんだ。緊急の用事があればこちらから呼び出す。へえ。全部自分で決めるなんてなんだか調子狂ったよね。確かに。そういえばサンドラがお前たちに用事があると言っていたな。暇を見て行ってみるといい。はい、ありがとうございます。んじゃまあとりあえず サンドラ様のところに行きましょうかね。もう、まあ、ちょっと一旦カットします。カットカット。はい、とりあえず再開です。ですね特に何も変わってないんですけど、あのサンドラ様のところまで来ました。はい行きましょう。マスター来たよ。お母さん来たよ。休暇は終わったのですか。終わった。うん、短かった。何でもサンドラ様からお話がある。ひょっとしてゲベルのことで何か分かったこと。それほどすぐには分かりませんよ。ですよね。今回呼んだのはこれを届けてほしいからです。これ、届け物。ええ、あなたの魔法実習終了の証明書ですよ。ああ、そんなんあったな。ちゃんってまだ実習中だったんだっけ。忘れた。これを学院長か副学院長に渡せばあとは卒業研究だけですね。あ、そうなんやね。へえ、実習終了証明書。またルイセちゃんに置いていかれちゃったよ。でも卒業研究はまだ先だから。そうなんよね。こうなったら私もルイセちゃんを見習わないと。見習うためにはルイセちゃんのそばにいなきゃ。ほう。というわけでもうしばらく厄介になります。あ、なるほどね。そうなんよね。あ、じゃあなんかルイ、ミーシャがいなかったらもしかしたら
この段階で一回仲間に固定で入るようになるのかな多分。まあでもミーシャは全然いますから。そのままメンバーですね。魔法学園。さて、じゃあ学院長に渡しに行きましょうかね。よいしょ。学院長先生、学院長フロア。よいしょ。どのようなご用件でしょうか。資料書を持ってきたんですけど。学院長は席を外しております。まもなく戻られると思うんですが、お急ぎでしたらブラッドレー副学院長に渡されるといいでしょう。そうだよね。はい、いらっしゃいませ。副学院長は本日お休みでして。あ、そうなん。いらっしゃらないんですか。ええ、実はこのところ研究に没頭しているようで。へえ。それじゃあ研究室とかに行けば会えるんだ。少なくともこの学院にはいないみたいです。私もいろいろと探しましたので。あ、そうなんや。あとはいるとすれば自宅の方ではないかと。自宅。自宅。ええ、北の方にあるメディス村です。ああ、メディス村にいるんだ。ありゃ、私の生まれ故郷だ。メリス村か。うん、なるほどね。二人ともいないみたいだね。どうしよう、ルイスちゃん。うん、困ったね。それでしたら私はお預かりしましょう。あ、はい、ありがとうございます。え、いいの。それじゃあお願いします。はい。さて、なんか、うん、いないみたいですけど、どうするかな。あ、魔法学、あ、魔法学な、え、魔力が上がった。そんなバカな。学生って気楽よね。卒業なんかしたくない。それに今学院を出ていても戦争に巻き込まれちゃうもんね。まあ確かに。せっかく追試が終わったで今度は戦争だなんて、一体いつになったらラッシェルに帰れるんだ。ラッシェル結構帰ってんで、帰ってんでって言ったら変やけど、結構行ってるで。ああ、なになになに。親、君たちはこの前はありがとう。あ、ニック、ニックさん、アイリーンさんに会いに来たんですか。あ、彼女が欲しがっていた薬草が手に入ったので差し入れと一緒に持ってきたんだ。それで学院長か副学院長に彼女に会う機会をもらおうと思っているところさ。でも2人とも7階にはいなかった。それに副学院長はメディス村にいるかも。そうか、じゃあとりあえず校舎を探してみるよ。君たちも学院長か副学院長を見かけたら僕に教えてくれ。元気にしてるかしら。そうね、遊びに行ってみようよ。どっかに保護されているはずが一体どこだろうな。多目的ホールじゃないかな。しばらく何も使ってなかったし。多目的ホールって簡単に言ってくれるけど、どこよ。あ、でもなんかあったな。僕、私の友達がリオシタさんの研究室の方にいたけど、何してるかしら彼。知らん。ここかな。ここにはグローシアンの方々が保護されておられるのだ。ほう。知り合いがいるんですけど、会わせていただけないでしょうか。自分には許可を与える権利はない。中の人に会いたければ学院長か副学院長に許可をもらうことだ。そうなん。ねえ。さて、どうしようかね。アイリーンさんはどうしているかな。
確かに。ちょっと会ってみたかったね。会いたかった。おー、なんだまた来たのか。何度来ようと会わせるわけにはいかん。ケチ。仕事だからな。まあまあまあ。それにしても最近仲が静かだな。そう思わんか。知らんやん。私たちに分かるわけないでしょ。それもそうだな。え、なんだ。いやまあ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 。最近仲が静かって大丈夫それ。どうしようかな。じゃあアリオストさんの研究室の方に行った人を、なんかちょっと、あ、この人？開かないな。え？どうしたんですか？この前の夜にここで知らない男たちが箱を出し入れしてるのを見たんだ。箱？ああ、大人が入れそうな大きな木箱だったよ。それも一つじゃなかったんだ。え？それで何を運び出したのか興味があって。だが鍵がかかっていて入れない。そうなんだ。仕方ない。諦めるとするか。ちょっと待てよ。大丈夫かそれ。なんだか怪しいな。いや本当に。そうね。で最近ホールは静かになったっていうし。最近静かになったホール、運び出された大きな箱。あんた箱の中に何が入っていたと思う？人間。人間って言うとやっぱりブローシアンしかねえだろ。でも、何のために？とにかく徹底的に調べてみる必要がある。そのためにも、何とかしてホールに入らねえ。警備員に見つからないで中に入る方法って何だろう。やっぱり透明になる薬。まあ、アリオストさんに話してもアリオストさんを仲間にするかせえへんかっていう選択肢やろうな、多分。じゃあ透明薬をもらいに行きましょうかね。もらえるかどうかは知らんけど。どこでもらったっけな。薬剤ここだっけ。あったあった、ここだ。おお、君たちか。何の用事かな。また透明になる薬が欲しいんですが。ちょうどいいタイミングだね。実は一昨日クリアの層が届いて、さっき薬が完成したところなんだ。あ、そうだ。頼む、少し分けてくれないか。ああ、君たちには世話になったからね。少しだけなら分けてあげるよ。ありがとうございます。だが、これっきりだぞ。少々使えるほど残っていないんだからな。ありがとうございます。うん、ありがとう。さあ、じゃあ行きましょうかね。1階で。あ、でもカットを合わせるといい感じになるから、今回はこの辺で終わっとこうかな、一旦。じゃあそこの、ここで終わりましょうかね。はい、今回はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回会いましょう。またねー、バイバーイ。